大会で驚きの記録が。さらに超特技、奇跡の聞き水に挑戦。さらにさらに、関根勤が東方神起の知られざる素顔を大暴露。この番組はユニリーバとご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、まずは東方神起でございます。去年行った3度目の日本ツアーでは17公演で15万人を動員。初の紅白出場も果たし、ますます勢いに乗る東方神起。そんな空いてないでしょ。そんな日にち的に。ほらできたんですね。どうですか。何ヶ月になったんですよね。何でもさっきじゃない。東方神起はね、しばらく韓国帰るでしょ。戻ってくると日本語がまた下手に。久しぶりです。勉強します。ゆるーいパーマをかけたんよね。さあ、東方神起は相変わらず関根さんにはお世話になってますけど、ちょっとね、モノマネ教えてもらったりしてましたけど、そしてですね、ちょっと今回のセコンドファンクラブイベントで まさかそれも関根さんに教えるのか。実はですね、今回のファンクラブイベントで関根勤さんがちょっとプロデューサーさんに会って、ちょっといろいろ教えてくれたりしてます。面倒くさいんでここにつけといてもらって。あ、そう、関根さんがイベントのプロデュースを、そんなに好きなんや、関根さん。じゃあ、まあ今回本人が来てるんで聞いてみましょう。座られへんねんもん。めっちゃ狭いよな。やばい、関根さん発信の方が良くないですか。じゃないと、いやいや、赤い狐の武田鉄矢みたいな。間に入って、それですね。今ちょっと聞きましたけど、プロデュースまで。そうなんですよ。はい。今度のファンのね、きっかけ何なんですか。じゃあ、その関根さんがこの東方神起にハマるきっかけ。うちの娘が歌番組やってまして、で、それで資料でね、今度東方神起という韓国のグループとインタビューをすると。なるほどなるほど。ちょっと資料見てみようと。なるほど。で見てみると、うお、いいねと。いいね。おお、かっこいいね。マジで。仕事してきてどうだったって、すっごい真面目で素敵だったと。なるほど、なるほど。親見る、まあ親見て、親チェックしてるんですよ、親バカだからね、はいはい、娘の、はい、そしたら、そのかっこいいし、今度5月にコンサートがあるから、行くよ行くよって言って、それはまあ行くの。でもすぐ行ったんですよ。ハマり方尋常じゃないですか。すごいですね。すごく行ったんですよ。そしたらもう良くて、これがまた良くて、これが良くて、でコンサート見た後、娘とカラオケ行って、東方神起2時間歌ったんですよ。ただ今となっては関根さん的にこう一人一人だってどんな効果分かるんですか。全部分かりますよ、もちろん。もちろん分かります。マジか、全部知ってますよね。なんか持ってきた、ちょっと持ってきた。関根さん、関根さんなんだ、東方神起。はいはいはい。これでもありがたいですね、すごい分かりやすい。一人につき30分ずつぐらい話したんですけど、メンバーの一のしっかり者でね、やっぱりリーダーだから、バックにいてですね、全部こう俯瞰で物を見てるんですよ。なるほど、はい、でそうかな。そうですか。で、なんかあった時には一番しっかりしてます。スッとこう横からフォロー入れたり。マジっすか。何言ってるかわからないですよ。年齢はどうなの。僕22かな。22かな。はい。
はい、22です。一番年齢上なの？はい、一番上です。あ、ちょっと、あ、顎が痛いです。今のどう見てもしっかりしてるとは思う。で、ジェジュンね。はい、ジェジュンは辛いものが。ジェジュン。うん、ナンバーワンの。ナンバーワンで。あ、そうなんや。そうです。そうだよね、家であのご飯作ったりなんか料理作ったりするのはなんか僕しかやってないんですけど、あの自分はあのちょっと辛いものが好きだから、はいはい、作る時にのドンキとかでなんかすごく辛いソースを売ってるんですよ。ドンキ、ドンキ、はい、ドンキ、ドンキ、売ってるんですよ。ドンキのようなものですか。行って買うんやそういうの、うん、でいつもそのソース入れてなんかチゲとかあの作ったりするんですけど、現場がもうあの3年ぐらいでもう慣れてきて、もう全然食べれる。